皆様こんにちは、吉永小百合です。今日はご来場くださいまして本当にありがとうございます。緊急事態宣言で映画館が閉ざされてしまって、一体いつ皆様に見ていただけるかという不安な日々を過ごしました。でも6月1日から東京でも見ていただけましたし、また皆さん映画館に来るのがちょっと不安だっていう方もいらしたと思うんです。でもつい最近私はお手紙いただいて、私世代の方なんですけれども、ワクチンの注射を2回して、そして2週間置いてすぐ映画館に駆けつけましたっていう内容でした。もうとてもとても嬉しかったです。今日はもしかしたら初めての方と、またもうご覧になってらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、ゆっくりと映画を楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。このぎゅうぎゅうなお客さんの席を見ることが本当に久しぶりなので、すごく幸せな景色です。そして今まで公開してからこれ今日までの期間の中で見てくださったお客様にも本当に感謝しておりますし、ここからまた緊急事態宣言が明けて、どん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 この映画が一人でも多くの方にさらに届いたら嬉しいなと思っております。本日は足を運んでくださってありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご自身のなんか記憶に残っていることです、シーンですとかエピソードをお話しいただければ。ああそうですね、僕はマホロワ診療所に吉永さんが初めて訪ねてこられた時のその鈴ちゃんの対応ですね、堂々としてて、なんか若い時に僕は吉永さんのスクリーンを見て感じた感動と同じような感動をすーちゃんに感じましたね。なんか堂々とした演技で、あこいつ吉永小百合を食いにかかってんなと思って、すごいすごい女優だなというふうにちょっと思いました。吉永さんいかがでしょうか。そうです、本当に堂々としてて、はい、シャキッとしてて素敵でした。それから自転車のシーンでは、私10代の頃は自転車ちゃんと乗れてたのに、10年ほど前にちょっとコマーシャルで転倒して、それからトラウマになってしまって苦手なんですよね。で、すずちゃんに自転車どうって言ったら得意ですっておっしゃって、でもすずちゃんにずっとついていったんです。もう感謝してます。